吉野さん、動画見ちゃっっったたででしょ。うん、やっぱり良かったですよまああれでも見られないとねもう何を見せればいいのか分かんなくなってきますけどもねまあけどねあのそれとは全然関係ない話題で今日は攻めていこうと思いますけどもああのの年金チャンネルっていうのがあるんですよ。ちょっと正式なタイトル名を忘れましたけどもそれっていうのはいろんなね年金を受け取っている世代の人にインタビューするんですよ。 で、今、年金いくらもらってますって、それで生活費足りますかとかね、若い頃はどうされてましたみたいなことをね、こうインタビューするんですけども、まあね、年金じゃやっていけないよって言って、今の70代、80代が言ってるわけですよ。で、毎月いくらいからもらってるよとかあるんですけども、全然足りませんよ。ですからね。実際に今、若い人に言いたいことは、年金じゃやっていけないので、貯金をちゃんとしておきなさいってことなんですよ。でもそうなるとね、年金の意味って何と思いませんかだって、 高いですよ年金の支払い額って厚生年金とか特にねでずーっと払っていて労使折半って言って自分も払うけども雇用主も払うわけじゃないですかだから会社をねスモールカンパニーとかやってると両方とも自分で払ってるわけですよ <laughs> でもそれ以上には当然もらえないしだいぶ目減りした金額しか返ってこないわけですよでたまに年金定期便っていうのが送られてきますけどもそこにねすごく不思議な事実が書いてあるんですよそれは 労使折半なんで労働者と会社が両方例えば5万円5万円払って10万円払ってるはずなのに年金定期便には労働者の払った5万円しか書いてないんですよ。って話ですよね。特別会見の闇ですね,これね、うん、あ,あとねすごく嫌な話なんですけどもその復興予算ってあるでしょ、うん、なんかその東日本大震災の時から始まった復興予算ってあるじゃないですか。 あの復興予算に関しましてもそのなんていうんですかね特別会計になってましてねじゃあ日本国民がみんなね復興予算って言って課税されてるわけですよお金集めさせられてるわけですよじゃあ東北の復興に使われてるかっていうとそうじゃないんですよ実は。大半がですね東日本大震災みたいなことが起きたら他の地域も危ないからその名目で復興予算を 例えば沖縄のこれに使いましょう北海道のこれに使いましょうとかって関係ないことに使われてるわけですよねその結果東日本の仙台の道路は全然整備されてないのに全然関係ないところの道路がパスッと通ってねで全然あのー、車は通ってないみたいなこともあるわけですよねえもうどういうこっちゃっていうことですよねでそういうことに私たちはインターネットの時代にも気づかないっていうかね興味を示さないってことですよだからね 権力握ったらやりたい放題かってとこですよ。やりたい放題なんですよね。ほんと口惜しいっすね。まあしょうがないから、住宅展示場行ってまた1万円もらってきます。いってらっしゃい。